創業者、カール・ベヒシュタイン・ベヒシュタインのピアノ C ・ベヒシュタイン・ピアノ・ホルテ・ファブリック・エジー、通称ベヒシュタインは、カール・ベヒシュタインによって1853年に創業されたドイツのピアノ製造会社である。1853年、カール・ベヒシュタインによってベルリンで創業した。創業当初からそのピアノは音楽家たちに高い評価を受け、ハンス・フォン・ビューローは、 歴史シュタインピアノはピアニストにとって、バイオリニストのストラディバリウスやアマティのようなものと、評している。フランツリストはあまりにも激しい演奏を行うために、当時のピアノでは耐えきれず、一晩の演奏会で何台ものピアノを、必要としていた。これを見たカールは、激しい演奏にも耐えられ、かつ繊細な演奏にも対応できるピアノを開発し、フランツリストの演奏にも耐えられる。 ピアノとして著名となった。リストは28年間記者のピアノを弾き続けてきたが、ベヒシュタインはいつでも最高の楽器だったと述べている。クロード・ドビュッシーはピアノ音楽はベヒシュタインのためだけに書かれるべきだという言葉を残している。この高い評価によって事業は順調に拡大していった。ヨーロッパ各地に支店や音楽ホールを開き、 王室御用達となるなど高い名声を誇った。1900年にカールが死去すると、エドウィンら3人の息子が事業を相続した。エドウィンとその妻ヘレーネは国家社会主義ドイツ労働者等の初期からの支援者であった。息子たちの相続争いは事業にも悪影響を及ぼし、1929年の世界恐慌にも大きな打撃を受けた。ナチスドイツが成立すると、 ベヒシュタインは、第三帝国のピアノと称されるようになったが、顧客であったユダヤ人は迫害されたことで利益を失った。さらに、第二次世界大戦で工場が破壊されるなどしたため、設計図や、その他の重要な資料は元より、熟練した職人などそのほとんどを喪失した。戦後は、ナチス協力者として連合国軍の監視下に置かれ、ドイツの東西分裂で職人の確保も、 困難となり、スタインウェイの後陣を廃するようになった。1962年、アメリカのボールドウィン社の参加に入ったものの、1986年に、ドイツのピアノ製造マイスターであるカール・シュルツェが、経営権を買い取り、念願であったドイツ人の手に経営権が戻された。その後は、資本増強を積極的に行い、1997年には、株式会社となり、 資本増強と、東西ドイツ統一と共に、チンマーマンとホフマンのブランドを参加に収め、ベヒシュタイングループを設立。現在に至っている。響き板が音色を作り出すという哲学のもと、頑丈な鉄骨フレーム、高いテンションの弦、ソーアグラフの採用などによって、弦の振動を、あまり鉄骨フレームに響かせずに透明度の高い、音色を実現していた。 また音の立ち上がりが早いのもこのピアノの特色であり、音響効果の高いホールでの使用を念頭に置いて設計されている。ただ次第ホールにおける高音部の音量や持続に問題があったため、近年では、スタインウェイ、ベーゼンドルファーなど他社のピアノと同じく高音部にアグラフを使わずにカポダストロバーを用いたモデルに変わっている。これにより、 中高音の音量を増大することはできたが、かつてのベヒシュタインの持つ純粋な音質が後退したと評するピアニストもいる。アップライトピアノに関しては、カール・ベヒシュタイン自身がアップライトからピアノの製造を始めたこともあって、現在も品質に対する評価は依然として国際的にもトップクラスである。世界的に多くのピアノメーカーのアップライトは、 ベヒシュタインのコンサートモデルに反を取った構造となっている。セシル・テイラーやチック・コリアなど戦後を代表するジャズピアニストにもたびたび使用され、クラシック界にとどまらず、その演奏性は高く評価された。2006年、第1回ベヒシュタイン国際ピアノコンクールがドイツで開催された。ありがとうございます。